岡田さんが発表してる間にマスコミが帰ってこない間に逃げてったって感じ。ああ、出ていた。出てったって感じ。ああ、なるほどね、うん。で、帰ってきて、記者会見して、またグアムへ。クラブには行ったよ。その時に、自分がサッカーやれるクラブがあるのはありがたいなと思った。なんかもうサッカーは全てなんか失ってしまった気持ちにもなったんだけど、はい、あ、うん、俺ベルディ帰りゃグランドあんじゃんみたいな、サッカーやれるじゃんっていうなんかファミリー感というか家感があったよね。へ、うん、だけどなんかいろんな家族がああでもない子供になんかやっぱ言われるのもあったから、うんうん、子供連れて一回グアムには行ったけど、けど行ってたけどワールドカップ始まってなんか電話口でなんか最初のアルゼンチン戦かな、なんか話聞いてて、うんうん、こんなことしてんだったら帰った方がいいなと思って帰ったよ。で帰ってベルディの合宿も参加しなくていいって言われたけど参加したよ、うん、で最後のジャマイカ戦見てもう3バックで挑むって言ったのに急に4バックに戻した時には、うん、おいおいおい岡田さんふざけんなよとか言ったけど4バックすんじゃねえかみたいな思ったけど